こんにちは、動画編集者の森スクです。今日はプレミアプロで使えるサイレンスリムーバーっていうプラグインを紹介したいと思います。こちらはですね、自動で無音を検出してその部分を一括でカットできるっていうプラグインになります。めちゃくちゃ便利です。ただし撮影時にノイズが多かったりするとうまくいかない場合がありますので、その点も踏まえてご紹介したいなと思います。またですね、2秒の無音はカットしないとか、まあ3秒以内はカットしないとかもう設定できますので、かなり便利なものとなっています。でここ大事なんですけども、実際のチュートリアルを僕見たんですけども、なんかうまくいかない箇所もあったので、まだちょっと不具合あるかもしれません。その点もね、ちょっと紹介していきたいと思います。それでは実際の画面見ていきましょう。それではどうぞ。はい、それでは使い方の説明をしていきたいと思います。まあ、インストールしたらですね、 ZXP インストーラーで導入します。でその後はですね、プレミア起動すると Windows Extension、この中にサイレンスリムーバーがありますので、これを開いていきます。はい、こんな感じでね、ちっちゃいウィンドウが出てきたんで、ちょっと、ね、大きくします。はい、こんな感じですね。で、なんか海外のチュートリアで見ると、この動画、これをこのファイルを選択にドラッグアンドロップするだけで、読み込めるんですが、ちょっとうまくいかないんですよね。ちょっとそこがなんか不具合なのかどうなのかわかんないんですが、まずこのプリペアオーディオを押すと、メディアエンコーダーがですね、自動的に立ち上がります。でちょっとわかりづらいんですけども、プレミアの、バックにですね、こんな感じでね、保存先選択してくださいっていうのが出てくるんで、まあ今回デスクトップに、はい、保存して OK をします。そうすると、メディアエンコーダーで、音声のみのレンダリングが始まります。で、その状態で、終わったら、ファイルを選択をして、その今のね、音声を読み込みます。まあ、何かというと、今この動画、この今シーケンスに入っているこの選択している動画の音声のみ書き出したっていうことになります。じゃあ、今ね、書き出したこの音声、こちらを開いていきます。はい、そうするとこんな感じでね、音声読み込むことができました。この動画の音声なので、今このシーケンスに入っている、オーディオトラック1がここにある状態ですね。まあ、ここで動かせて全体見ることができます。全体を、こんな感じかな。はい。で、まず、この項目がいくつかあるんですけども、説明していきます。一番上、これですね。これは、カットをするか、マーカーをつけるか、どっちかにする選択ですね。まあ、マーカーつけるとね、一括でカットできないので、エディットカットにして、はい、これでね、いいと思います。で、次に、ノイズレベルですね。これ全部単位が ms ってあるんですけども、これミリセカンドです。1000ミリセカンドで1秒になります。はい。なので、1だと 0.001 秒のことですね。で、このノイズは、これ、ちょっと、ね、上げてるとわかるんですけども、ノイズを、ここ、上げていくと、ノイズの定義を大きくしていきます。つまり、上げまくると、はい、ここ、今ね、マウスがある、この位置もノイズと判断してしまって、カットすることになっちゃいます。まあ、なので、ここを自分で上げたり下げたり調節して、いらない範囲を、これで選択します。まあ、こう見るとね、5の、こっからここまでがノイズと判断されている。6つ目は、こっからここまでがノイズと判断されている。逆に言うと、ここら辺はノイズって判断されてないんですよね。これ上げてあげると、判断させてくれます。はい。他の設定もあるんで、ちょっとね、見ていきましょう。これミニマムタイムっていうのは、今1秒になってるんですけども、1秒の無音区間はカットしないっていう設定になっています。例えば、ここ今カットされてないですよね。5の手前のここ。これを下げると、はい。今、500ミリセカンドなので、0.5 秒より短い区間はカットしないっていう設定なんですけども、今 0.5 秒から1秒の間がこの長さなんですよね。だから今カットされるんですけど、これ上げてあげると今ここ消えましたよね、1個。今 0.6 秒以内なので、ここは消えた感じです。はい。さらにこれを上げていくと、この5の場所も消えちゃいます。多分 0.6 秒ぐらいなので消えました。これでさらに絞り込んでカットすることができます。で、最後に大事なのがこのオフセットインアウトです。まあ、今はこの状態だと、まあ、その話し始めからぴったり綺麗にカットする状態になっていますので、このオフセットの値を上げてあげると、少しね、余韻ができます。例えばめちゃくちゃ上げてあげると、こんな感じでカットする前と後が若干余韻が空いてますよね。これで余韻を作ることができます。ちなみにこのロックを外すと、カットのインの余韻とアウトの余韻、それぞれ設定することができます。
最後書き出すときはこの apply to sequence このボタンで、実行することができます。でこの info の中に入っているのは、23箇所、カットすることになっていますっていうね説明ですね。数値を変えることでここの数字も変わってくると思います。まあ、それでは実際にこの設定ね見ながら、いい感じの数値見つけていきたいと思います。はい、こんな感じの数値に今回はしました。じゃあ実際にね実行していきましょう。はい、今シーケンスでねどんどんあの色が変わってきてると思うんですけども、はい、この黄色が無音部分になってますと、もうこれはね使わないのでちょっと今のところはねずらしておきます。でシーケンス見ていきましょう。まあ、こんな感じで、はい、色がね黄色と青に分かれて黄色部分をカットしてくれる感じになっています。まあ、この時点で黄色と青ちょっと確認します。でやっぱりカットしてほしくないとことかだったりは、まあ、こんな感じでね調整してあげる必要があります。ちょっとねこれ自分で動かして、まあ、それか、黄色を青に変えるか、青を黄色に変える。で無音と、残す場所を、設定していきます。で一括でカットする方法なんですけども、まあ黄色のねこのラベルを右クリックします。はい、でラベルの中のラベルグループを選択。そうすると今選択した全ての同じラベルだけが選択状態になるので、この状態でシフトデリートで一括で削除することができます。まあ、それでは実際にどんな感じにねカットできたか確認していきたいと思います。こんにちは、動画編集者のモリスクです。今日はトランジションのレビューをしていきたいと思います。それではオープニングどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね今までと違ってちょっと高品質なトランジションを、はい、作ることができます。はい、基本プレミアプロって公式、購入ページにはプレミアプロのロゴがあるんですけども、プレミアプロと、はい、じゃあね、カットして再生したんですけども、あーうーんとか言ったりね、つまずいてる部分がありましたよね。まあ、それとかちょっとめんどくさいんですが、自分でね、削除する必要があります。はい。まあ、これはね、仕方ないですよね。無音じゃなくて自分が喋ってる箇所なので、こういう部分はね、手作業でやる必要があります。まあ、実行する前にですね、さっきのラベル分けとかもやっておくと、スムーズにできるのかなと思っております。まあ、機能はこれだけでとてもシンプルなんですが、とても便利なものだと思っております。以上です。はい、いかがだったでしょうか。僕はですね全然これありだなと思います。まあ標準でねついてもいいのかなと思うんですけど、今はまだねプラグインとしてある感じです。まあちょっと余談なんですけども、ブリューっていうね、文字起こしソフトでも似たようなことができるっぽいので、無料でやりたい方はですねそっちの方もチェックしてみればいいかなと思っております。はい、それでは何かわからないことありましたらコメント欄からお願いいたします。チャンネル登録と評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。